違和感漢字探し。誤字を2箇所探す漢字問題が全部で7問です。では始めましょう。第1問、誤字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右上部分の点が1つ多いです。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右部分の縦棒は上の横棒とくっつきます。第2問、誤字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。真ん中下部分の点がいりません。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。左部分は木片ではなく乃木片です。第3問、誤字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。上部分の横棒が1本足りません。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。中部分の縦棒は上に突き抜けます。第4問、誤字を2つ探してください。正解は1つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右上部分に横棒がいります。2つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。ようの左上に斜め棒がいります。第5問、誤字を2つ探してください。
解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。上部分は草冠ではなく竹冠です。二つ目はここでした。正しくはこちらの字です。上部分は点三つではなく句が三つです。第6問、五字を二つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。真ん中部分の横棒が1本多いです。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右下部分の縦棒がいりません。第7問、五字を2つ探してください。正解は一つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。右下がり棒は右端から左に寄ったところから出ます。二つ目はこれでした。正しくはこちらの字です。上より下の方が大きいです。